どうもこんにちは、うろんです。今回は7月14日に発売されるブースターパックソウルフュージョンにて登場するカードを使ったサンダードラゴンデッキ、こちらを作ってきたのでご紹介していきたいと思います。サンダードラゴンデッキの切り札に該当するモンスターはこの2体。超雷竜サンダードラゴンと雷神竜サンダードラゴン。それぞれ簡単に効果を見ていきましょう。まず超雷竜サンダードラゴン。このモンスターはサンダードラゴンプラスイカツチ族モンスター1体とで融合召喚。あるいは手札からイカツチ族モンスターの効果を使用したターン、自分の場の融合モンスター以外のイカツチ族効果モンスター1体をリリースすることでエクストラデッキから特殊召喚することができます。で、こいつ自身が間にいる限り相手はサーチを行うことができないといった単純かつ強力な能力を持っています。さらにこのカード、戦闘効果で破壊される場合、自分の墓地のイカズチ族モンスター1体をゲームから除外することで、その破壊から免れるといった破壊耐性能力も持っています。サンダードラゴンモンスターのほとんどは手札から自身を捨てることで発動する能力を持っていますので、まあ、手札にサンダードラゴンモンスター、自分の場に何でもいいんでイカズチ族モンスターを用意することができれば、まあ、比較的容易にこいつを出すことができるのかなと。また、効果を発動するために手札から墓地に送ったサンダードラゴンと、こいつを出すために場から墓地に送ったイカズチ族モンスターで、まあ、最低でも墓地に計2枚のイカズチ族モンスターがいるので、まあ、2回破壊されないなおかつサーチを封じるモンスターっていう、まあ、そういった厄介な、モンスターになるのかなと思います。次にこの隣の雷神竜サンダードラゴンですね。このカードサンダードラゴンモンスター3体で融合召喚することができるほか、自分の場に存在する雷神竜サンダードラゴン以外のイカズチ族融合モンスター1体と自分の手札のイカズチ族モンスター1体とゲームから除外することでもエクストラデッキから特殊召喚することができます。で、このモンスター手札からイカズチ族モンスターの効果が発動した時、場のカード1枚を破壊することができるといった能力を持っています。この効果は別に発動回数に制限はありませんので、手札から発動することのできるイカツチ族モンスターが、まあ、あればあるだけ相手の場のカード、まあ、場のカードを破壊することができるといったところになっています。またこの効果は対象を取らない効果なので、対象に取られないよといったバレルロードドラゴンなんかに対しても比較的有効に働くんじゃないかなと思います。ただしこの効果何とかした時何とかできるっていうテキストを持ってる兼ね合いで、タイミングを逃してしまう能力になっています。で、まあ、タイミングを逃すっていうのがどういうことか、まあ、ちょっとね簡単に触れていきたいと思います。詳しくは多分ね、その有名なチャンネルとかがねタイミングを逃すについて話してくれてると思うので、細かいところはそこで確認していただければと思います。まあ、今回はこの雷神竜サンダードラゴンを使うにあたって注意するポイントみたいなところをお話しできたらと思います。なんとかした時なんとかできるっていう、まあ、タイミングを逃すなんて言われている効果を持つモンスターは、時の前に書かれている発動条件が満たされた直後でしか効果を使用することができません。まあ、雷神竜サンダードラゴンの場合であれば、手札からイカツチ族モンスターの効果が発動した直後のタイミングでしか発動することができませんよと。なので使ってる側としては、手札からサンダードラゴンの効果を発動と、で間髪入れずに雷神竜サンダードラゴンの効果で場のカード破壊しますって言いたいんですが、まあ、遊戯王って基本的にカードを使ったりしたら優先権って言われるカードを使う権限っていうのが一回相手プレイヤーに譲渡されるので、まあ、例えばその優先権を行使して相手が増殖する G を打ってきたとしましょうと。じゃあ、相手から優先権が返ってきて、今度自分がカードの効果を使えるようになりましたと。じゃあ、晴れて雷神竜サンダードラゴンの効果を使おうと思っても、今言ったんですけど、こいつ雷神竜サンダードラゴンは、手札からイカツチ族モンスターの効果が発動した直後のタイミングでしか効果を発動することができません。この状況下で手札からイカツチ族モンスターの効果が発動した直後のタイミングって今増殖する G がいるところです。つまりこいつはここのタイミングでしか発動することができません。でもこのタイミングには今もう増殖する G がいるので、ここには入り込むことができません。もうなんつうかな、埋まってる座席に座ることはできないので、じゃあここの増殖する G の次のタイミングで効果を発動すればいいんじゃないか。ただこのタイミングは、まあ、増殖する G のこの次のタイミングっていうのは、まあ、いろいろ表現の方法はあるんですが、少なからず手札からイカツチ族モンスターの効果が発動した直後でないことだけは確かです。増殖する G、昆虫族なんでね。じゃあこの雷神竜サンダードラゴンの効果どうなるかっていうと、発動することができません。本来効果を発動するべき、できるべきタイミングに別の何かの要因が介在しているために、こいつの効果の発動の機会を失ってしまった。これをタイミングを逃すっていう状態になります。まあちょっと分かりづらかったかもしれませんが、まあとりあえず手札からイカ術の効果を使った時に、なんか相手がちょっかい出してきたら効果使えないよと、まあ、これだけ覚えていただければと思います。ただ、多分こういうシチュエーションって比較的に間違いにくいと思うんですよ。なんか感覚的にわかりやすいじゃないですか。一番これを、その雷神竜を使うときに気をつけてほしいのが、自分が雷神竜サンダードラゴン2枚をコントロールしているシチュエーションですね。このシチュエーションの時に自分が手札からイカツチ族モンスターの効果を発動しました。
で、こちらのカード交換に対して相手が何もしてこないと仮定した時に、この状況、自分の場に雷神竜が2枚いる状況で、場のカード何枚破壊することができるでしょうかと。実は1枚しか破壊することができません。さっきの理屈に当てはめていきましょう。手札からイカツジツクモンスターの効果を発動しました。で、相手はこのカードに対して何のチェーンもありませんでした。だからじゃあ、雷神竜サンダードラゴン A の能力を発動して場のカード1枚を破壊したいです。で、これに対しても相手は何もありませんでした、チェーンが。じゃあ、もう一体のサンダードラゴン、雷神竜がいるので、こいつの効果を使おうとしました。ただ、こいつが効果を発動することができるのは、手札からイカツジツクモンスターの効果が発動した直後のタイミングです。そのタイミングにはもうすでに別のサンダードラゴンがいるので、ここで効果を発動することができません。こいつが効果を発動することができるとしたら、もうここのタイミングでしか発動することができないんですが、ここのタイミングは残念ながら少なからず手札からイカツジツクモンスターの効果が発動した直後のタイミングではないことだけは確かなので、このサンダードラゴンは効果の発動する機会を失ってしまったため、効果を発動できません。タイミングを逃してしまっています。なので、結局破壊できるのは1枚ということになります。まあ、なんか2枚自分の場にこいつがいたら、なんか2枚破壊できそうな感じしますけど、2枚いても、1回の手札から発動したイカツジツクモンスターの効果1回につき1枚しか破壊することはできないので、そこだけは注意してください。またこのカードが効果破壊される場合、自分の墓地のカード2枚をゲームから除外することによってその破壊から免れますよといった能力を持っています。戦闘破壊には対応していないんですが、除外するカードはイカツジツクモンスターじゃなくても、なんならモンスターじゃなくても魔法トラップでもいいので、比較的に場持ちはいいのかなと。まあ、ステータス3200あるんでね、そうそう戦闘破壊はされないでしょうと。で、こんなサンダードラゴン融合モンスターたちの召喚をサポートしてくれるのがこれらのサンダードラゴンモンスターたちです。まあ、簡単に効果を触れていきましょう。まずは元祖サンダードラゴン、オリジナルのサンダードラゴンですね。このカードは手札の自身を墓地に捨てることによって、自分のデッキからサンダードラゴン同盟カードをですね、1枚から2枚手札に加えることができます。まあ、デッキ圧縮兼手札増強みたいな使われ方が一般的なのかな。ただこのデッキだと1枚使って1枚サーチするのか、それとも1枚使って2枚サーチするのかっていうのを状況によってサーチする枚数を選ぶ必要性が出てくるのかなと思います。で、次、ここから先は次のソウルフュージョンに登場する新規サンダードラゴンモンスターたちになります。新規サンダードラゴンモンスターたちのほとんどは、まあ、2つほど共通能力を持っていて、手札から自身を捨てることによって発動する能力、それから自身が場から墓地に送られた場合ないし除外された場合に発動する能力を有しています。ただし、この手札から捨てた時に発動する能力、あるいは場から墓地に送られた時、ゲームから除外された時に発動する能力は1ターンに1度どちらか一方しか使用することができず、なおかつそれぞれが名称指定の単一制限がついています。なんで例えば雷鳥竜の手札から自身を捨てた時に発動した能力を使った後に、こいつが墓地からゲームから除外されたとしても、除外された時の能力を使用することはできないよと、まあ、そういった形になります。では一つずつ効果を見ていきましょう。まず雷鳥竜サンダードラゴン、このカード、手札の自身を捨てることによって自分の墓地あるいは除外に存在する雷鳥竜サンダードラゴン以外のサンダードラゴンモンスター一体を特殊召喚することができる能力を持っています。なんで自分の墓地なり除外なりにサンダードラゴンモンスター、雷鳥竜以外のサンダードラゴンモンスターがいれば、こいつ切って蘇生して、で、手札から効果を発動したって条件を満たしたので、出したサンダードラゴンをリリースして、即座に、超雷竜サンダードラゴンにアクセスすることができます。またこのカード、ゲームから除外された場合ないし、場から墓地に送られた場合、自分の手札のカードを好きな枚数デッキの中に戻し、戻した枚数分だけドローするよといった、まあ、打ち手の小槌能力を持ってます。手札でサンダードラゴンがダブついちゃった時とかに便利なのかなと。次に、雷獣竜サンダードラゴン。このカード、手札から自身を墓地に送ることによって、除外されてるカード、あるいは墓地の中から、雷獣竜サンダードラゴン以外のサンダードラゴンカード1枚を手札に加えることができます。サンダードラゴンカードを手札に加えるので、サンダードラゴンモンスターはもちろんのこと、後ほどご紹介するサンダードラゴンマジックトラップなんかも手札に回収することができます。またこのカード、除外された場合ないし場から墓地に送られた場合、自分のデッキからサンダードラゴンモンスター1体を守備表示で特殊召喚することができます。別にこれ同盟でも OK なんで、雷獣竜デッキから特殊召喚みたいなこともできます。ただしこの効果で出てきたモンスターはターンの終了時に手札に返ってしまいます。超雷竜を出すための素材確保でもいいですし、リンク素材として出すもいいですし、まあ、あるいはエンドフェーズに手札に返ってしまうという性質を利用して手札から効果を発動したいサンダードラゴンを持ってくるっていうのも一つの手かもしれませんね。次に、雷電竜サンダードラゴン。このカード、誘発即時能力で手札の自身を捨てることによって、デッキから雷電竜サンダードラゴン、自身と同盟のカードですね、を手札に加えることができる能力を持っています。効果自体はあんま大したことないんですけれど、誘発即時能力ということで、非常にこの雷神竜サンダードラゴンと相性がいいかなと思います。またこのカード、バカラ墓地に送られた場合ないし、ゲームから除外された場合、自分のデッキから雷電竜サンダードラゴン以外のサンダードラゴンカード1枚
まう手札に加えることができます。サンダードラゴンカードなんで、雷獣竜同様に、サンダードラゴンモンスターはもちろんのこと、サンダードラゴンマジックトラップをサーチすることもできます。次に、雷源竜サンダードラゴンですね。手札の自身を捨てることによって、自分の場のイカズチツクモンスター1体の攻撃力を500ポイント上昇させる能力を持っています。ちなみにこれ、もう上がったら上がりっぱなんで、ターン終了時に元に戻るとかそういうことないんで、非常に強いカードなのかなと思います。誘発即死なんでね、雷神竜とも非常に相性がいいのかと。またこのカードをバカラ墓地に送られた場合、ないしゲームから除外された場合、デッキから雷源竜サンダードラゴン自身の同名のカードですね、これを手札に加えることができるといった能力を持っています。で、雷獣竜で回収したり、あるいは雷源竜でサーチすることができるサンダードラゴンマジックトラップっていうのはこれらになります。まずサンダードラゴンフュージョン、このカードはイカツ持続融合モンスターを融合召喚する際に、自分の場墓地除外されているカードのモンスターをデッキの中に戻すことで融合召喚することができるといった効果になっています。使用済みサンダードラゴンを戻しながら、回収しながら、融合召喚を行うというのはなかなか強いのかなと思います。またこのカード、墓地に落ちたターンこそ使用することができないんですが、墓地の自身をゲームから除外することで、自分のデッキからイカツ持続モンスター1体を手札に加えることができます。イカツ持続モンスターであれば何でもいいので、怪獣モンスターサンダーザキングなんかを持ってくることができたりします。次に100雷のサンダードラゴン、このカード自分の墓地に存在するイカツ持続モンスター1体を対象に対象を特殊召喚することができます。その後、自分の墓地に同名のカードが存在するならば、そのカードも特殊召喚することができます。ただし、このカードの効果で特殊召喚したモンスターが場に存在する限り、自分はイカツ持続モンスターしか特殊召喚することができず、このカードの効果で特殊召喚されたモンスターは場から離れる場合はゲームから除外されます。サンダードラゴンデッキで使うにあたってはあんまりデメリットが気にならないんで、あわよくば3体に3体特殊召喚することができるっていうトラップカードとして運用できるのかなと思います。最後にサンダードラゴンストリーマー、このカード1ターンに1度自分の場にサンダードラゴンモンスターが召喚特殊召喚された時に、自分のデッキからイカズ持続モンスター1体をゲームから除外することで、場の魔法罠1枚を破壊することができる能力を持っています。相手の後ろを破壊するっていう風な使い方もすることができるんですが、デッキからイカズ持続モンスターを除外するカードとして運用することもできるのかなと思います。仮に相手の場に魔法トラップが一切なかったとしても、自分の場にサンダードラゴンを出しますと。で、サンダードラゴンストリーマーの効果を使って自分自身を対象にして、自分のデッキから1枚サンダードラゴン除外してこいつを破壊みたいな、そんなインスタントにサンダードラゴンを除外するカードとして運用することもできるのかなと思います。またこのカード、自身が場に存在する限り、自分のイカツ持続モンスターの効果の発動は無効化されなくなりますよといった能力を持ってます。このカード、あくまで発動が無効化されなくなるだけで、効果は無効化されてしまいます。なんで、例えば手札からサンダードラゴンの能力を使った時に、相手がそのサンダードラゴンに対してハルウララを打ってきました。で、ハルウララは効果を無効にする効果なので、発動を無効にする効果ではないので、このカードの効果でハルウララの妨害を防ぐことはできません。そこだけは注意してください。今回はこの超雷竜と雷神竜、こいつらを場に2体並べるっていう動きを、ご紹介してからレシピの方に移りたいと思います。使用するカードは2枚です。太陽電池面と超雷竜サンダードラゴン雷鳥竜でした。はい、じゃあ行きましょう。まず太陽電池面を通常召喚。太陽電池面は召喚成功時、自分のデッキの中から好きなイカツ持続モンスター1体を墓地に送ることができます。ここで墓地に送るのは雷電竜サンダードラゴン、そしたら手札の超雷竜、雷鳥竜、サンダードラゴンの能力を発動します。手札の自身を捨てて、墓地の、こいつを、雷電竜を蘇生します。で、太陽電池面もう一つ能力があって、自分の場にイカツ持続モンスターが召喚特殊召喚されると、自分の場にイカツ持続のトークン1体を生成します。そしたら、太陽電池面とトークンを使って、リンク召喚。出てくるのは、常夏の雷サマーですね。こいつの効果はまたレシピの時に話します。そしたら、手札からイカツ持続モンスターの効果をもうすでに発動していますので、雷電竜サンダードラゴン1体をリリースして、エクストラデッキから超雷竜サンダードラゴンを特殊召喚します。そしたら、墓地に今送られたバカラ墓地に送られた雷電竜サンダードラゴンの能力で、自分のデッキから好きなサンダードラゴンカード1枚手札に加えます。ここで加えるのは雷獣竜サンダードラゴン。そしたら、雷獣竜サンダードラゴンと自分の場の超雷竜サンダードラゴンをゲームから除外して、自分のエクストラデッキから雷電竜サンダードラゴンを特殊召喚します。で、今除外された雷獣竜サンダードラゴンの効果、自分のデッキからサンダードラゴンモンスター1体を特殊召喚します。ここで出すのは雷銀竜サンダードラゴンで、またこのターンもすでに手札から、雷鳥竜じゃねえ、イカツ持続モンスターの効果を使用しているので、こいつをリリースすることで、エクストラデッキから超雷竜サンダードラゴンを特殊召喚することができます。
で、今墓地を送られた、雷原竜サンダードラゴンの能力で自分のデッキから同名カード雷原竜サンダードラゴン1枚を手札に加えます。まあ、こうすることによってある程度の回数こいつらは破壊されなくて、なおかつ、相手はサーチができない。で、手札に誘発即時で能力が発動できる威嚇実速モンスターが存在するので、まあ、何かしら1枚相手団長に破壊することができますよっていった状態になります。まあ、先行でこれだけ立てられればね、そこそこ相手にとっては厄介な、状態なんじゃないかなと個人的には思います。はい、はい、デッキレシピこんな感じになってます。例によって説明文の方にも記載しておきますので、画面の方が見づらいという方はそちらも参照していただければと思います。触れていないカードちょっと触れていきましょう。まずはっていうか雷合流ぐらいしかいないか。雷合流サンダードラゴン、このモンスターは他のサンダードラゴンモンスターと違って自分の墓地の光と闇を1体ずつゲームから除外することによって特殊召喚することができます。で、3つほど効果があります。まず1つ目が、手札から効果を発動すると自身の攻撃力がターン終了時まで300ポイント上昇するよといった能力。2つ目が、自身が戦闘ダメージを相手に与えた時に墓地のカード1枚をゲームから除外することによって自分のデッキから威嚇実速モンスター1体をサーチすることができる能力。それから3つ目が、相手ターンの終了時自分の除外されているカード1枚を自分のデッキトップあるいはデッキボトムに戻すことができますといった能力を持っています。まあ、ただ正直こいつの仕事は墓地のサンダードラゴンを除外してサンダードラゴンモンスターたちの除外された時能力を発動するトリガーというか引き金として運用するってのがほとんどで、あんまりこうパワーアップ能力だとか回収能力だとかサーチ能力というのは正直使わないです。で、まあ採用枚数見ていきましょうか。まあ五雷竜はさっきも言ったんですけど、本当に墓地の光と闇を除外するためだけに入ってるんで、まあ、1枚で十分かな。で、それ以外の各種サンダードラゴンモンスターは全部3枚投入してます。まあ、特にここら辺はね、複数枚やって意味のあるカードなんで、残りのここら辺のカード、特にここですね、雷鳥竜、雷獣竜は2枚とかでもいいかもしれません。で、太陽電池面、このデッキにおいて結構強力な1枚になるのかなと思います。デッキから主にここですね、落として、で、雷鳥竜で釣り上げてとか、またこいつがいるだけでね、バニーガズチが出ればトークン埋めるので、まあ、そのトークンをリンク素材に使ってうんぬんみたいなことができるからいいのかなと。で、電光石火、お互いのセットを封じるっていうモンスターになります。オルターガイストがちょっと嫌すぎたので入れました。ただこれ入れてからオルターガイストと当たってないんで、こいつが刺さるかどうか全然わからないです。で、怪獣ですね。怪獣は、サンダーザキングにしてるのは、サンダードラゴンフュージョンの墓地効果でサーチすることができるというところで、サンダーザキングにしちゃいます。で、次、魔法カード、ハーピーの羽根暴起。まあ、いつもながら。それからサンダードラゴンフュージョンですね。サーチが効くし、雷獣竜で、墓地行っても使い回しが効いたりと、するので、2枚あれば十分なのかなと思います。次に、封印の黄金です。かなり強力です。自分のデッキから威嚇実速というか、サンダードラゴン除外するとサンダードラゴンの除外時能力でなんかいろいろできるのかなと。で、墓穴の指名者として無限包囲です。別に無限包囲じゃなくてもいいんですけど、入れるカードが思いつかなかったんで、とりあえずなんか強い無限包囲をぶっ込んだって感じですかね。はい、エクストラデッキこんな感じになってます。なんか言わなきゃいけないカードがあるとしたら、常夏の雷サマーですね。このカード、相手ターン限定にはなりますが、手札のカード1枚を捨てることによって自分の墓地から威嚇実速モンスター1体を自身のリンク先に特殊召喚することができる能力を持っています。このデッキではそこまでこの能力が役立つことっていうのはないかもしれませんね。これのサンダードラゴン融合モンスターは自身の能力か融合召喚でしか特殊召喚することができないので、で、またこのデッキ大雷とかも入ってないんで、あんま相手単調にこうボンとね、出しても美味しいことはないのかなと。ただまあ死に際に破壊される直前にこいつの効果使って墓地からひとまずサンダードラゴン蘇生して壁作るとか、そういったことには役に立ってくれるのかなと思います。まああとは特に言うことはないです。で、見ての通り12枚なので、あと3枚は好きなカードを入れてください。いかがでしたでしょうか。どうしてこいつが今になって強化されたのかってことはすごく、いや別に今じゃなくてもいつ強化されてもどうしてこいつ強化されたんだろうって思うような、カテゴリーではありますが、まあ、次のソウルフュージョンでね、もしよければ作って楽しんで遊んでみてはいかがでしょうか。ではここまでのご視聴誠にありがとうございました。この動画に対して何かありましたら、評価やコメント、チャンネル登録等していただけますと非常に嬉しいので、よければお願いします。では次回の動画でまたお会いしましょう。ウロンでした。さよなら。